これじゃあ良くなるのかなっていうのはあるけど。まあだから、みんなが調子を落とさないことだよね。うん。一番大事は、みんながこう、ずる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 、打てなくなって、みんながこう、プレッシャーにかかって、ずるずるいかないことが一番大事だと思う。一人二人はこれはしょうがないと思う。もう8人が全部調子いいなんかありえないので、それがみんながこう、ちょっと打てなくなったからと思って、俺が打とうと思って、みんながその、こう、打率じゃないか、もうヒットが出なくなるようなパターンにならないようにしていければ、まあそういう連敗とかは、まあもう今はもう貯金があるんで、本当にいつも言うみたいに連敗さえしなきゃ、まあ例えば1勝2敗でもね、1個しか借金減らないし、もう2勝1敗でいければこれベストだし、もう1個ずつ貯金が増えていって、ね、相手がそこで勝った負けたやってくれてたら、ずっとこう差が離れていくんで、もうとにかくこれからはその連敗しないように、その貯金を増や、ね、1個ずつでも増やしていくような風になっていければ、十分単独くらいまで行っちゃうくらいの今の勢いかなっていう風に見てますけど、あとはね、巨人とかが勝ったり負けたりしてる間に、ぼっと離れてしまったら、ちょっと余裕でやれればもっといい結果が出るかなと。ただ、あとはやっぱり打線はそんなにね、ならないと思うけど、やっぱりピッチャーだよね。力で熱するピッチャーがいないんで、まあそのコントロールが今日は悪いとかなると、やっぱり危ないケースも出てくるかなと。そこが一番の、まあ西君がエースとふうに言われてやってるけども、じゃあ本当にそうなのかな。まあセ・リーグではね、勝ってるけど、今攻撃して勝てないし、やっぱりその力で熱中してて、本当にじゃあ任せられるっていうピッチャーがいるのかなっていうのはちょっと心配なところです。僕の考えとしては。やっぱりまあ青柳君でもいいボールもあるけど、抜けボールも結構出たりするんで、大事なところのフォアボールとか、そういうことが起きるようなピッチャーに思えるんで、その辺はしっかりこう投げてくれれば、やっぱりね、本当にじゃあ安打それでじゃあブンブン空振り取れるっていうピッチャーいないんで、まあ秋山君とフォークボールがしっかり落ちれば取れるけど、っていうのが、ここががつくよね、とがつくよね。その辺をクリアできて頑張ってくれたら、打線的には全然問題ないと思うね。みんながさっき言ったように調子が落とさないと思うんで、やっぱピッチャーの方が若干心配かなと思ってます。うん、交流戦に関しては、力的にはまあパ・リーグの方が上だなと、まあ、これはもう明らかな成績に出てるんで、数字に出てるんで、ただみんなは勝ち越してるかって言ったらそうでもないんですけども。もう若干やっぱり抑えのピッチャーで、今はまあセ・リーグのピッチャーもボール速いですけども、チラチラ聞くにはやっぱりパ・リーグの抑えのピッチャーのボールは速くて打てないとか、そういう話も聞いたこともあります。全般的にパ・リーグのピッチャーの方がボールが速いし強いという気して僕は見てます。今はみんな150キロ出るんですけども、やっぱりそこにさっきに言った各チームにそういうエースと言われる、まあ軸のピッチャーがしっかりいるんですけど、その辺のチームの事情というかな、そういうのはこうパ・リーグの方が、まあちょっと投手の方で言うとしっかりしてるのかなという感じもします。ロッテで言うと今見てないけども、打率がトップなのよね、チーム打率がパ・リーグでも。まあそこをどう抑えていくか。ロッテというチームは結構足も使うし、荻野とかこの辺出ると結構躍進のようで、で、2番に外国人がいて、あのバッターが今ホームラントップだし、だから誰が打ってるかとわかんないけど、チーム打率は確かトップのはずなんで、やっぱりどうやって抑えるか。だから結構ね、ロッテっていうのは、一緒にやってきて、結構二塁打とかが多いチームなんだよね。シングルもあるけど、こう、一緒にやってた時に、ツーアウトからでも、ポンとツーベース打って、ポンとヒット打って1点取るチームなんだよね。結構みんな足があるんで、ちょっとしたシングルがツーベースで、本当にツーアウトからでもすぐ1点取れるチームなんだよね。その辺をこう頑張って、投げていかないと、結構やられそうな気もするし、結構そういう中距離バッターみたいなのが多いんで、その辺を気をつけないといけない。近本も速いけど、荻野も足速いし、このランナーを出すと結構面倒くさくなるので、その辺を注意して投げていければと思うけども、結構ね、で、チャンスになると、まあどこもそうだけども、初球からガンガン打ってくるんで、セカンドとかサードにランナーやるときは、だから、まあ、本当に初球の入り方を気をつけないと、1球目からみんな振ってくるんで、
まあ、イケイケになると、なかなか手強いチームだと思います。これからのことを言って、まあ、例えば注目ったら、今度の投げるロッテのね、佐々木投手とかは注目して見てる。まあ、今回は150しか出てないけど、まあ、160キロ投げるって話題のピッチャーなんで、交流戦も投げるって新聞で出てたんで、まあ、1試合投げて、ちょっとは落ち着いただろうから、それが阪神戦で投げるのかどうかは分からないけども、まあ、交流戦も投げるだろうから、その今まで実績してるピッチャーじゃなくて、まあ、新しいピッチャーを注目してみたいよね。まあ、今回の西投手であるとか、まあ、そういうピッチャー、佐々木であるとか、今まで投げて成績を収めてるピッチャーは、これくらいやるだろうと思って見てるんで、それよりも、まず新しいね、ピッチャーを注目してみたいです。まあ今、例えばオリックスじゃないが、楽天でね、新人で早川っていうピッチャーも勝ってるし、これもボール速いし、そういうピッチャーがセ・リーグで投げた時にどういう対処して投げれるのかなと。まあ、その辺がピシャッと抑えたら、やっぱりボールの強いピッチャーの方が打てないのかなっていうのも成績で出てくるし、まあそういう新しいピッチャーを注目したいですね。そうだな、やっぱり当たってみて、ってパリセリウムが思うのは、ソフトバンクの石川、このピッチャーは対戦したら、ちょっと打つのは難しいと思う。彼は独特のカーブ持ってるんで、あのカーブを打てるってなかなかこう難しいと思う。まあ150ルも出るし、まあ一緒にやったメンバーの一人でもあるんだけど、このピッチャーも、まあ去年の日本シリーズが去年はまるっきり巨人が打てなかったよね。このピッチャーは独特のものを持ってるんで、このピッチャーと対戦するセ・リーグのチームは多分打てないんじゃないかなと思って見てます。あとはそれなりに調子上がってきたね、則本とかも、まあ、コントロールよく投げてるんで、まあ、勝つことは勝つんだろうけどって思ったけど、まあ、面白いったら、その石川が投げた時に、セ・リーグのチームのどこが当たるか分かんないけど、対戦相手の時を見てみたい。多分打てないだろうと思って、俺は見るんだけど、あと最近で見てるピッチャーって、まあ、トータル的にやっぱり、今だったら山本がコントロール、カーブ、フォーク、いろんなボールもみんなより抜けてるかなーっていう感じで、まあ一番くらいになってしまうのかなーっていう。やっぱり彼のカーブね、まっすぐも確かに150キロ出るけど、彼のカーブとかフォークをどれだけこう見極めて打てるかっていうことになってくるのよね。トータル的にはいろんなボール打てないから、あれで彼がストライク、カーブが入ってる時は多分、まあどのチームも打てないと思う。阪神だけじゃなくて、阪神の打線の方がまた打つかもしれない、予想よりはね、今の打線でいけば。まあ、それくらい、まあ、いいピッチャーであるっていうことだよね。まあ、今、パ・リーグの中でも、まあ、12球団の中でも、3本の指には入るだろうっていう。ただ、それだからって言って、一番勝ってるともないしね。まあ、今、涌井とかが勝ってるわけで、まあ、バッターの兼ね合いもあるけども、いいもの持ってても、やっぱり打線の兼ね合いがないと勝てないから、それが悪いとは言えないし、まあ、ここ来て、則本がちょっとずつ安定してきてるのも見えてきてるし、去年、一昨年までの則本だったら、まあ力で押していきながらフォークボールってね、パターンで抑えてたんだ。だから三振もいつもタイトル取れてたし、空振り取るボールがあるってことは、まあ縦の変化がいいってことなんで、勝ち星で言ったら涌井なんかも勝つんだけども、じゃあどのボールがいいかって言ったら、今、最近はその周東とかね、投げ出して勝ってるっていうのもあるんで、その一個一個見たらそんなにおっというボールでもないんだけど。こんにちは。コメントに答えていきたいと思います。まあ、1年目だからという思いはあんまりなかったですけども、まあ、阪急も強かったし、まあ、僕らの頃は、登録が10人だったんで、ピッチャーは。その10人に入るためにどうするかって、まあ、オープン戦から頑張って、だいぶ投げさせてもらって、最終的に10人に入れたんですけども、だから、投げたのも4月10日くらいから開幕して、初めて投げたのが5月に入ってからですからね、
初登板っていうの、それもなんか7対0くらいで負けてて、まあ、敗戦処理みたいな形で、これは西京の京都だったんですけど、7、8、9と3人でパーフェクトに抑えて、プロでいう谷間っていう先発ピッチャーがいなくなった時に、たまたま上田監督が先発させてくれて、でそれを勝って、またしばらく出番がなくて、また谷間になって出番が来てっていうか、感じだったので、今の伊藤君みたいにそのローテーションに入ってたわけじゃないので、その1年目だからとか、まあでも伊藤君はもう社会人から来てるんで、あんまりその高校のルーキーみたいなね、まあ新人だけども、そういう気持ちはないような気もするんですけど、もう24だし、まあ言っちゃ悪いけど、大学ね、出てからまだもう社会人で野球やってるんで、そんなにまあ新人だけども、新人と思って投げてないような気もするんだけど、自分のいいものを出そうと思って投げてるような気がするんですね。まあ堂々としてるし、ピッチングも。俺の場合はその谷間がもうだいぶ2ヶ月ぐらいも続いてて、それで勝って勝っていって、まあ、ローテーションが短くなって、出番も短くなったっていう感じなんで、今の伊藤君みたいに、なんか6日できっちり投げてたわけではないんで、1年目は。もっとまあ、だから結果的にはもっと何人もね、ローテーション候補がいたはずだし、まあでも、矢野監督は結構若いのでやって使ってくれるんで、もうそれに応えてるし、もうこれであまり外れることはないと思うのね。阪神の場合は左の先発がいないんで、やっぱり大事に使うと思うけどね。俺らの頃なんかもっと大学では即戦力でみんな投げてたから、まあ俺にしても斎藤明雄にしても、そういう今は結構大学即戦力で取ってもほとんど投げれないピッチャー多いけど、俺らの頃はたら変だけども、大体みんなローテーション入って投げたら、明雄も新人王だし、うん、そういうふうにそれなりのレベルで見てもらってたんで、大学でのドラ1はね、即戦力っていうので、すぐゲームで使えるっていうので、1位指名なんで、ただその中に、そのね、レベルの高いピッチャーがいたら、なかなかそこに入れない。だからオープン戦から結果出さないとダメだっていうことになっちゃう。ね、今みたいに12人じゃないし、12、13人じゃないんで、10人だから。この2人、3人は大きいのよ。1軍に残る、残らないの。まあ今の、でも選手はやっぱりね、甲子園とか出た選手とかは、やっぱそういうファンの前で結構投げてるから、あんまりそういうのはないと思うね。投げてる時の緊張はあるだろうけど、あんまり動じないような気してるけど。